皆さんこんにちは。自称 YouTube の魔女、ジャパンサイファーの J です。今日解説していくのは、水星の魔女第11話。いやもう第11話。もうすごいやばい。もう言葉が出ない。というわけで、ネタバレ全開と最終話予想全開で今日はお送りしていきましょう。今日解説考察していくのは、クワイエットゼロの正体とは一体何なのか。プロスペラの正体である、が生きていたということは超重大な意味を持ちます。それは一体何なのか。そしてさらには、強化型エアリアル。よーく見るとある場所が強化されていません。一体それはどういう意味を持つのか。その恐怖の真実を本日は解説考察していきましょう。冒頭のシーンでは地球寮がプラントクエタに向かっていましたね。まあさすが株式会社ガンダム。スタートアップらしく皆それぞれ仕事をやっていましたね。マルタン・アップモントが艦長役になっていたのは地味に嬉しかったですね。いやもう彼のこと大好きなんですよね。もうなんだかんだで超有能だと思います。あとベルメリアさんがちゃんとついていってるっていうのがね、見ていてほっこりしますよね。が、そんな中で無職の人が約1名おりましたね。我らがスレッタ姉さん。ね、仕事がないから掃除していましたけれども、まあスタートアップでね、そういうのは。おっと、まあ、その話はここまで。まあね、もう第10話から第11話はね、もうスレッタ姉さんもかなりひどい目に遭っていましたが、まあ、コミュニケーション大事です。本当にね。そして、まあそんな話は置いといてですね、もう今回の最も巨大なニュース、それはプロスペラの正体が明かされたということ、さらにプロローグの事件が21年前であるということが確定したと言っていいでしょう。まず、プロスペラの正体はエルノラ様やで確定しましたね。まあ早々から顔が出ていたので、覚悟はできていましたが、もうこれは驚きましたね。ですが、エルノラ様やの生存はたくさんの意味を持ちます。ただエルノラが生きていたわーだけではないんですね。エルノラがプロローグの戦いを生き残っていたということはエリクトも同様に生き残っていたということを示しています。生きているはずのエリクトが今はいないということには必ず意味があるはずです。記憶や人格を失ってスレッタ・マーキュリーとなったのか、あるいはエアリアルに取り込まれたのか。今回はエリクトがエアリアルに取り込まれていることを支えるもう一つの証言がありました。それはプロスペラの発言です。プロスペラはグラスレーとの戦いでエアリアルはパーメットスコア6に到達したと発言しました。これは一体どういう意味なのか。本来はパーメットスコアの到達は人に対して使われるべき言葉です。プロローグや本編ではエランや様々なキャラクターがパーメットスコアを発動し2や4に到達していました。本来スコアは人間が発動するものであってモビルスーツが発動するものではありません。わかりやすく言い換えるとエランがパーメットスコア4を発動したのであってファラクトが発動した到達したという言い方ではないと考えられます。なので本来はスレッタはパーメットスコア6に到達しましたというのが正しいはずが、エアリアルはという言葉遣いなので、これはかなり大きな意味を持ちます。人間がエアリアルに入っている、その人間がエアリアル AI との融合を果たしつながりを強くした結果がパーメットスコア6であると考えられます。また今回クワイエットゼロという新たな単語が出現しました。今回分かっているのは、昔はエルノラやバナディースの計画であったものが今やデリングが持つ計画になっているということ。さらには完成はまだ途中段階であってエアリアルのネットワークデータが必要であるということ。さらにそれがベネリットの工場であるプラントクエタで開発されているということ。ここから導き出されるクワイエットゼロ計画とはすなわちガンダムの量産計画であると考えられます。そもそもベネリットグループは21年間モビルスーツの開発技術が停滞しています。さらに他社に抜かれつつあるということも指摘されていました。実際21年前の戦闘に登場したハイングラと現在使われているハインドリーは大きく変わっていませんし、ベギルベウとベギルペンでも技術的に非常に近いです。さらに対ガンダム兵器であるアンチドートも大きくアップデートされていませんでした。ベネリットグループはもはや老人のような企業グループです。御三家同士は争い合っている中でここまで技術発展が遅い。そこにデリングが極秘に進めているクワイエットゼロ計画、ガンダム量産計画があるはずです。まあその総裁であるデリングが自社の製品がどんどん弱くなっていることを何もせずに見つめているだけということはありえませんからね。このクワイエットゼロ計画というのはガンダム量産計画であり、ベネリットグループをもう一度立ち直らせる計画であると考えられます。実際プロスペラは株式会社ガンダムがいいカモフラージュになりましたと言っていることからも、ガンダム開発を裏側で進めてはいるが、表立ってガンダムを開発する株式会社ガンダムが存在してくれているおかげで裏で進めているガンダム量産計画のカモフラージュになっていると考えると辻褄が合いますね。またパーメットスコア6に到達したエアリアル、これはプロスペラとデリングにとって全く違う意味を持ちます。
プロスペラにとっては、このパーメットスコア6到達は、エアリアルに取り込まれたエリクトとの意思疎通ができるということを意味しています。一方のデリングにとっては、本来人体に有害であるはずのパーメットが無害化できる技術が達成できたということです。しかし現在は、プロスペラとデリングは表面上の協力関係にあるように見えますが、プロスペラはデリングを復讐対象と見ています。プラントクエータはガンダム量産計画の工場であると考えると、プロスペラの目的が見えてきます。プロスペラがデリングに渡したデータはおそらく人体に対して無害なガンダムを実現するデータのはずです。しかしそこにプロスペラの仕掛けた罠があるはずです。本来量産型ガンダムはベネディットの次期主戦力として量産されるはずの機体。しかしプロスペラが最後に渡したネットワークデータ、これが肝になるはずです。エアリアルが発動した青パーメットはあらゆる通信を超越してデータをやり取りする効果があります。この青パーメットのデータが量産型ガンダムにも書き込まれたら、エアリアルによって全てのガンダムが制御され一斉に反乱を起こすということも考えられるでしょう。プロスペラの目的はデリングに協力すると見せかけて、デリングが裏側で進行させていた極秘量産プロジェクトを奪い去ることなのではないでしょうか。おそらく12話では大量の量産型ガンダムがエアリアルにハッキングされた状態で出現するなんてことがあり得るかもしれません。また今回格納されていた強化型エアリアル、よく見ると頭部、腕部は強化されていて、各所に青い装甲が採用されています。ここで注目したいのは、各種ビットが強化されていることと、胴体部分の基本デザインが変わっていないということです。肩の後ろ側に装備されているものをよく見るとかなり大型化しています。エアリアルのビットは合体してシールドを形成するようなデザインになっていましたが、第9話ではもはやシールドでも何でもなくても3機のビットでシールドを形成していました。つまりこの強化型エアリアルはパーメットスコア6発動を前提とした機体設計になっているということです。ここで注目したいのは、ビットは置き換えることができるということです。強化型エアリアルのビットは外装を含め大きく変更されていると考えられます。一方の胴体部分はルブリス時代から大きく外装は変わっていません。つまり21年前の奇跡的なルブリス AI とルブリスの設計は基本としながらも、エアリアル、強化型エアリアルと受け継がれていったのだと考えられます。ビットは置き換えられるが、胴体は置き換えられない。そこにエアリアルの正体があるのだと考えられます。今回プロスペラの安心して置いていったりしないわというセリフ、そしてプロスペラの自慢の娘よというセリフ、明らかにこれは強化型エアリアルを見ていっています。エルノラ様やが生き延びたということは、エリクト、そしてルブリスがあの戦いを生き延びたということなので、この強化型エアリアルの中核にはルブリスとエリクトの2人がいるのだと考えられます。その他、細かい小ネタとしてドミニコス隊が登場していました。このドミニコス隊ね、大艦隊を従えていましたが、フォルドの夜明けが襲撃を2時間繰り上げしたことによって、おそらく現地への到着時間は大幅に遅れるということが考えられます。戦場はフォルドの夜明けとエアリアルが最終決戦であるということが考えられますね。それにしても、プロローグではめちゃくちゃイケメンだったケナンジ・アベリーが、ちょっとね、デブのおっさんになっていたと。いうのね、少し悲しいですけども、大体ね、人間っていうのはそんな感じですよね。そして今回明かされた魔女という言葉の意味、明確に2つ意味がありましたね。一つはプロスペラやベルメリアのようなガンダムを開発したもの、かつバナディスに在籍していたもの、これが魔女と呼ばれる人たちです。加えて今ガンダムを使うガンダムパイロットも魔女と呼ばれる存在であるということが分かりましたね。地球の魔女はソフィーとノレア、水星の魔女はスレッタ・マーキュリーということですね。以上が水星の魔女第11話の徹底解説考察でした。11話はスレッタとミオリでの仲直り会ということもあったのですが、それよりも再びの襲撃シーン、非常に熱かったですね。襲撃シーンは後日細かく解説するので、そちらもお楽しみに。ぜひ皆さんの感想や第11話で気づいた小ネタなどコメント欄で教えてくださいね。このチャンネルでは毎週水星の魔女を細かくディープに解説しています。よかったらチャンネル登録お願いします。それでは次の SF でお会いしましょう。